ですね。これもだからその僧帽筋とかなのか、菱形筋とかなのか、どっちが凝ってるのか分かんないですよね。認めるって相当レベルが高いってことですからね。要は強もみに関して、なんだろう、普通レベルだと全然届かないんですもんね。とか私があんまり必死で言わない方がいいのかな。またあれですよ、その言われるから、ね、俺凝ってるアピールって言われるし。そう。なんか。どっちも得しないですよね、やってもね、だから、その、ね、だいぶその、うん、いけそうな気配が出てきてるんで、うん、そうだなって。はい、でも丹野さんは片首やって気持ちいいって言ったの初ですからね。だからそのぐらい何もやっぱり感じなかったんですよね。気持ちいいっていう、そのしっかりその凝りに届いてるというか、うん、もうその辺もなんか、うん、いけそうな気配が、はい、こちらも押しやすくなってきました。はい、ありそうですね、そのぐらいね。だから
200キロとか300キロとか簡単でしょう。そうですね、足ちょっと乗せればね。だからどうね、クイックちょこっと押してくれればいいかな。として使えると全然違いますよね。まあ、楽ですね。圧倒的にやっぱ指だけでやるより、うん、いや指だけは厳しい、厳しい厳しい、超無理です。肘でやってる間やっぱり指を休められるから、うん、そうそうそう。だしなんか肘の方が押しやすい場所とか、はい、なんか肘の方が効かせられるとかもあるんですよね、はい、特に指が疲れてきちゃった時は、うん、多分その120分とかの中でも肘で押せる時間帯って多分そんなになくて、背中とかお尻とかそのぐらいですね。だから肩とかね、本当は肘使えるとだいぶ違うのかなって思いますけど。倒しぐらい。でも多分その時間まではもうないんですよね。はい、だいぶそうそうそう。いやでもね、なんかね、だいぶ兆しは見えてきてますよ。ああ、また近々やりますよ私。ああ、やった。なんかもう絶対歯が立たないって感じだったんですよ、前やった時は。うん、気になってたんですよ私、はい、なんかもう今だったらもうちょっとできんじゃないかみたいな、はいはいはい、やったらやらせてもらおうと思ってたんで。いやでも、うん、あのね、本当にちょっとこう、うんうん、時間はかかるかもしれないけど、うんうんうん、兆しは見えてますよ、うん、いやだって今こうやってやってて左右差そこまでないですもん。あ、最初全然別人の方みたいな感じでしたけど、うん、その奥にいるんですよ。まあね、そうなんですけど、とりあえず表面の時点で全く感触が違ってたので、はい、右はなんか全然なんていうの、ズブズブ入っちゃうばっかりみたいな、はい、なんかこう、なんか
形容は難しいんですけど、はい、こう本当に捉えどころがない肉の塊みたいな感じだったのが、なんとなく今だとこう狙えるというか、はいはい、うん、なんか少しそれこそ兆しが見えるっていうか、本当に押して押せる感じ、止まるんで、止まんなかったんですよ、はい、さっきだと最初だとなんか入れる角度もほなんか明日もわからないみたいな、うん、なんかこれはなんか迷子になってしまうみたいななんかやってると気分が悪くなる感じがあったんですけど、でもそれなくなって、はい、これこうやられてても、はい、左右と同時にやってるじゃないですか、うんうん、感触違う、感触が全然違う、ね、うん、こんなもんでどうですかね、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、じゃあ、はい、肩回り叩きますはい、肩叩きますね、はい、かもしれないですねいやでもね、こう、はい、なんだろう、はい、感じそうなところまで来てる、うん、おどうですか、他店だと その感じそうなところまで持っていくのも難しかったりしますか。あのね、なんかその狙いですよね、うん、力が結構あるような人でも全然こう狙えてない人っているじゃないですか。そうなってくると、うんうんうん、やっぱり変なところに当たるんで、うんうん、痛いっていうのは感じるんですよ。その当たりの悪い痛さ。だから、うんうん、なんだろう、そういったものよりは、うんうんうん、命中力の方が、うん、はい、大事なんですね。だからね、その的は当たってるんで、はい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 、あとはまあほぐれてくれば、うん、もっと、うん、深く入ってくると、そうですね、だいぶ響くかなと。はい、今そんな感じです。ああ、よかったです、はい。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。で、丹野さんの施術を受けたいと思った方は、はい、ホットペッパービューティーから、はいはい、リンクを貼りますので、はい、何かお伝えすることありますか。ドームサウナ入ったんで、ぜひお願いします、はい。はい、ドームサウナ気持ちいいですので、はい、なんか冷えがある方、むくみがある方、うん、なんかちょっとね、あの汗出してスッキリしたいなとか、はい、でもあと他のところでこれがほぐれにくい人もいいと思います。しっかり最初に、施術前に、そう、温めておくと気持ちよく受けられますので、おすすめです。なかなかね、そういう設備があるところってないので、はい、まあ、エステ系だと入れてるかもしれないですけど、整体と組み合わせるってなかなかないですね。そうですね、カイロとかもやってますから、カイロとかもいいでしょうね、はい、だから今こう固まってる状態だと、ね、動きやすくなると思いますね、うん、そうそうそう、はい、だから田野さんのとこだと揉みほぐし、強揉みの、まあ、特に強揉みに特化した揉みほぐしと、はい、カイロプラクティックとドームサウナ、はい、はい、3本柱なんですかね。まあそうですね、はい、ということです。 See you